第5世代のカマロは2008年のデトロイトショーでデビューした。1967年に登場した初代モデルから脈々と受け継がれているロングノーズ&ショートデッキの迫力のスタイリングや後輪駆動レイアウトなどはそのままに最新の技術を導入。上級グレードとなる SS には6速マニュアル仕様で最高出力432馬力、最大トルク58キロを計上する 6.2 リットル V 型8気筒エンジンを搭載。そのハイアウトプットに対応すべくパフォーマンスサスペンションや LSD ブレンボ製ブレーキシステムなどが専用で装備される。その走りの実力はメーカーの発表によればニュルブルクリンク北コース1周を8分20秒でこなすという。その一方で搭載される V8 エンジンは運転状況に応じて4気筒を休ませるアクティブフューエルマネジメントを採用。燃費・環境性能への配慮も抜かりない。事実、アメリカ EPA 高速モードにおける燃費は1リットルあたり 10.6 キロをマークしている。2002年に生産がストップした第4世代モデルから見事復活を遂げた第5世代のこのカマロには、一昔前までアメ車が揶揄されていたネガティブな要素は皆無に等しい。このように高い完成度を見せるカマロだが、リーズナブルな車両価格の設定も見逃せない。上級グレード SS の日本仕様で535万円と同じサイズのエンジンを積むライバル車と比較しても格段に安価に設定されている。この点も十分魅力的なポイントである。